はい、こんにちは。作家活動をしながらギャラリーアトレー3月を運営している原です。今日も話をしていきたいと思います。今日は、僕が昔、経験した失敗談の話をしていきたいと思います。失敗というか、被害かな。被害。はい。作品の、売り上げを踏み倒されたっていうことですね。が、一度かな。あったので、それがね、結構、たまに思い出すというか、思い出すほどじゃないけどね、もう20年ぐらい前の話なんで、いい経験やったんですけどね。その話をしていきたいと思います。僕は、10代の頃は漫画家になりたいとかね、イラストレーターになりたいみたいな感じで絵を描いてたんですけど、路上で絵を売り始めたりして、で、そこからね、だんだんいろいろこう影響を受けたりして、21ぐらいの時から、キャンバスに、絵の具で絵画を描くみたいな風な、いわゆるペインティング、平面作品、美術ですよねっていう方の活動にシフトしていったっていう、経緯があるんですけど、いわゆる独学ですね、自分で本読んで勉強して美術史とかもねいろいろ勉強して、独学でずっとやってさせていただいております。はい。で、だから独学なんであんまりこう周りにね、こう先輩とかもいないし、イラストレーターのお友達はね、やっぱイラストを描いてたからが、多かったんですけど、絵画とかね、そういう美術作品を描くみたいな友達が全くいなかったので、道筋がわからなかったんですよね。なんかとりあえずこう、絵を発表して、売れたらいいんかなみたいな、本当にこう漠然とした、アホな考え方でね、ずっと活動してたんですよね、20代前半。で、21ぐらいから活動してて、で、その頃はね、本当にいろんなところで活動してたんですよ。ギャラリーで展示するっていうのはね、もうちょっと後の話で、ギャラリーで展示するになるまでには、カフェとか、バーとか、行きつけのカフェとか、行きつけのバーとか、あとはライブハウスとかね、クラブとか、本当にいろんなところでこう、展示の機会を探っては、作品を発表して、で、そこで、コネクションというか、いろんな人と出会ってね、どんどんこう、発表の機会を増やしていく、いろんな人に知ってもらうみたいな、すごく地道な活動をしてたんですよね。21ぐらいの時ですね。で、2005年ぐらいだったかな。その頃もね、カフェとかバーとか、いろんなところで活動はしてたんですけど、ご縁もあってね、知り合いのバンドマンから誘われて、兵庫にあるカフェバー、カフェバーで、ちょっとライブをするんやけどね、ライブイベントをするんやけど、その時に絵を飾ってくれないかっていうふうなことを、誘ってもらったんですよね。で、もう嬉しいので、全然いいですよ、ありがとうございます、とかって言って。で、そこのカフェバーでね、展示をすることになったんですね。何回か打ち合わせにも行って、ここにこれを飾ろうか、みたいな感じでね、やって。で、その当日イベントもうまいこと言って、終わりました、よかった、みたいな感じで。その時に、そこのカフェバーのオーナーから、もしよかったらここで個展しみたいなこと言われて、いいんですかってなって。そのカフェバーは、それまでに絵を飾る、その誰かの作品をね飾るっていうことはほぼしなかったね。展示みたいなことをしたことがなかったとこやったんですけど、そのライブイベントの時に縁があったので、僕にねこうずっとやらへんみたいな感じで言ってくれて、全然ありがとうございますみたいな感じでね、僕より多分一回りぐらい年上の方やったと思います。その当時僕21だから、30とか40ぐらいかなの人やったと思うんですけど、それで、トントントンと話が進んでいってね。で、その思い返せばね、それが全部、口頭でしかね、やり取りしなかったんですね。その時、あんまりメールっていうのもね、そんなにしてなかったし、あえてミクシーがあったんかな。ミクシーの、DM みたいなね、メッセージ機能を使ってやり取りをしてたかなぐらいで、ほとんどね、口約束でどんどん進めていったんですよ。書類とかも全くなくて。で、それで進んでいって、で、個展をやりますと。で、僕、DM 作ってね、始まりました。で、始まったら、友達、ほとんど友達とかですよね。友達とか呼んで、一緒にこう、飲みに行ってね。で、そこで絵を見てもらうとか。で、僕一人で行って、そこの常連さんと、に絵を見てもらうとかね。一緒にお酒を飲むみたいなことを、してたんですよね。で、僕がそうやってね、独学でやってたんで、そういうことでしか活動の、する機会がなくて、やってたんですけど、そこで、その期間中はね、別に、僕の絵が、めちゃくちゃでかい絵ばっかり、
めちゃめちゃでかいって言っても40号とか30号とか20号とか多分そのぐらいだと思うんですけど、まあそんなに絵はね売れなかったんですよ。まあでもそもそも別にレンタルやったかな、ちょっと覚えてないんですけど、それはちょっと覚えてないんですけど、まあ多分お金払ってないと思うんですよね。うん。で、まあとはいえマージンがあったかっていうのもなんかあんま覚えてなくて、まあとにかく、まあその個展が終わって、まあそのオーナーがね、まあなんかこう、まあすごい寡黙なオーナーやし、なんか、なんやな、今思ったらなんか裏表ありそうなオーナーやったんですけど、なんかよくわからんな、みたいな感じの人やったんですね。うん、まあでもまあ僕別に誰にでもこう、まあ割とこう、フランクに喋れるので、まああんまり気にしなかったんですけど、その、まあ個展が終わって、まあ、個展終わったなと思ったけど、まあもしよかったらもうこのまま飾っとか早いみたいな感じでそのオーナーに言ってもらえて、まあ僕からしてもね、別にそのままその絵は、まあ家に持って帰ってね、押し入れ眠ってるだけなので、あまあそんなやったら全然ありがたいです、つって。で、まあその個展が終わってからもずっとその作品を、まあ、置きっぱなしにしてたんですよね。展示したままにしてもらってて。まあそれは良かったんですけど、ただ、まあなんか、その時にそのお店で知り合った常連さんが、まあもし、なんか僕の絵を欲しいって言ってくれてたんですよ、ずっと。で、まあその時まあ、若かったし、3、40号で多分4、5万とか多分それぐらいで売ってたんですよね、多分ね。うん、まあお金の付け方も全然わからなかったんで。うん。で、まあそんな高くない値段やしね。まあ普通の大人やったらまあまあ買える範疇ですよね、3、4万。5万もしなかったと思う、多分。の欲しい欲しいって言ってくれてて、ありがとうございますみたいな感じで、まあその時はその時に喋ってね、そんな感じやったんですけど、でも個展が終わってから、まあ、なんかその人が、まあそれもメールかミクシーか忘れましたけど、まあ何かしらの方法で僕になんか絵を買いましたみたいなね、報告が来たんですよ。で、あ、そうなんやと思って、ありがとうございますとかって言ったら嬉しいなとかって思ってたんですね。で、もうなんか、まあ終わってからもちょこちょこ飲みに行ったりしてたんですけど、なんとなくちょっとそこのオーナーが、まあ苦手というか、なんか本当によくわからんなこの人みたいなちょっとなってきたんですよ。うん、その言動とかも含めて。で、なんかちょっとだんだん不信感が湧いてきて、で、まあその支払いの件にしてもなんかいつもこう、なんか話そらされるじゃないけど、まああんまり話してくれないからどうなってんのかなと思いつつ、いやちょっともうそろそろちょっとなんかやっぱそこあんまり良くないなと思って、もうちょっと撤収しますわみたいな感じで僕が言ったんですよね、切り出して。で、まあ向こうもそうですかって言って、でまあ撤収しに行きます、ありがとうございましたとか言って、その最後もね、なんかすごくなんていうかな、オーナーもこっちの目合わさへんし、なんやろな、この人、みたいな感じやったんですね。僕もなんか変な人やな、とか思って。まあでも、ただ、まあ、とはいえね、そこのお店で展示させてもらってたんで、まあ一応多分、ちゃんとお礼を言って、ありがとうございましたって引き上げてきたんですけど、まあ、いつまで経ってもね、連絡が来ないんですよ、お金、支払いのね。で、まあ何ヶ月かした後です。多分半年ぐらいしたところで、まあ、痺れを切らして、まあ、ミクシーかな、その時のミクシーのメッセージで、すいません、売り上げ、ってどうなってますかってメール送ったんですよね。そしたら、まあ、その女から返事が返ってきて、売上を払うことはできません。書類、すべて口約束でしたので、何か文句があれば、裁判してくださいっていうメールが返ってきたんですよ。はぁと思って、売れたんでしょみたいな。どういうこと支払えへんってどういうことと思って。もうなんかそれ見た時にもう震えて、まあその前々からちょっともう不信感がずっと募ってたんで、もうその目に来た時点でもう震えてきて、怒りでね、どうしたろうとか思って、もうなんか、ねえ、どうしたろうとか思ったけど、まあ多分、でもその時友達とかも相談して、でもまあ自分でいろいろ考えた結果、もうこれ以上やり取りしてて、もういら、ムカつくだけやし、もうええわと思って。よくないんですけどね、本当は、まあね、今やったらね、全然戦うんですけど、もうその時はまあ若かったし、もうなんか、こう、僕は頭に血昇りやすいんで、なんかもうこれ多分、やってても、拉致あかんやろな、だって、口約束ですからね、契約書も何も交わしてないんで、まあそれはもう僕が悪いというか、まあ向こうは、そう、まあ向こうはもちろんそもそも、その踏み倒そうと思って踏み倒そうとはしてなかったんでしょうけど、まあ、何も残ってないからね、うん。まあ多分僕が思うに、多分常連さんに作品買ってもらったはいいけど、多分そのオーナーがね、
支払いをこう回収できてなかったんやでしょう、多分ね。うん。さすがに、そのお客さんからお金もらってて僕に払わへんっていうことは、まあさすがにない。だってどう考えてもね、向こうの方が不利になるから。ただ、多分ですけどね。うん。その人も多分その常連さんからお金回収できなかったんじゃないかな。そんで僕に、ね、そのお金払えませんって言ったんじゃないかなと思います。その後、ね、払われたかどうかも僕はもう知りませんけど、まあ完全に縁切ったんで。いやでも本当にその時すごい反省して、まあまず本当にもう口約束っていうのはもうやめようと、うん、でも書類とかはね全くなかったので、まあせめてメールとか何かしらの形でね、その残ってたらよかったんですけど、まあそんなもん残ってなくて、全部こう実際に行って喋って決めたみたいな。で、その時僕もアホなんでメモを何も取ってなかったから、なんとなくこう、そうやったかなみたいな感じでやってたんですよ。まあそれが一番ダメやったんですけど、そう、まあ向こうもそんなノリみたいな感じでやってたので、まあそれがもう後々こんなに痛いの見るかっていう感じですよね。もうど正直お金がどうのっていうよりは本当になんかもう裏切られたって感じですよね。まあお金とかどうでもいいから、まあもう作品もどうでもいい、どうでもよくないけどね、なんかうわもう裏切られたなーって、もうなんかこんなに気持ちよく売られたもう初めてかやなっていうぐらいね、なんかまあ傷つきましたねすごくね。うん、だから、その時の反省点は、本当にこう、もうノリで決めるな。うん、で、もう口約束をやめろってことですよね。まあ、その書類とかね、契約書を結ぶほどのことではないと思うんですよね。まあ、カフェとかバーとかでやるのって。まあ、割とノリでやると思うんですけど、みんな、やらせてください、みたいな感じでね。まあ、ただ、それにしても、やっぱりこう、お金のことですよね。一番大事な。売れた時に、どういう支払い方法になるのかとか、まあ、マージンいくらなのかとか、うん、そういうとこ。うん、まあ、もっと言えば、振込手数料とかね、まあその細かいところまで決めておいてくれたら、まあすごくこっちとしてはやりやすいというかね、うん、やりやすいかな。で、やっぱそういうのをまあ作らずに、うん、やってると、もう絶対に痛い目に遭う、まあお互いですよね。うん、痛い目に遭うので、まあギャラリーそういうカフェバーからしても、まあじゃあ先に折れた時にね、どういう手続きがいるのかみたいな、まあオーダーシートみたいなのがあったらいいけど、まあノリでやってるところって多分ないと思うので。じゃあ支払い方法どうするのかとか、いつまで支払うのかみたいな。うん。だからそういうことをちゃんとしてない、まあ、壁貸ししてる店舗さん、テナントさんって結構あると思うんですけど、まあ僕は本当に、あんまり適当なところでね、やらん方がいいなと思います。はい。今でこそね、カフェギャラリーって普通にいっぱいあると思うんですけど、その20年前はなくて、カフェギャラリーっていう、もう携帯自体がまだなかったんですよね、ほとんど。なくて、まあ空いてる壁に絵を飾ってください、飾れますよぐらいの感じでやってたんですよ。うん、ただまあ、だからね、そういうこうお金のこととか、まあそこら辺がおざなりになって、まあその個展終わってから、まあ作品まだ飾っといていいよって言われたけど、まあとはいえこれいつまで飾らせてもらえるんやろとか、うん、じゃあもしそのテナントがね、潰れるときにどうなんのとか、ね、なんかまあいろいろ細かいことあるじゃないですか。まあそういうことをちゃんと決めとかないといけないし、そういうことがちゃんとできないもテナントさんとか店舗さんとか、まあ、信頼関係が相当できてたら別にね、口約束でもまあいいとは思うんですけど、相当できてたらね、うん、でもまあそうでなくてもまああんまりやらん方がいいかなと思います、僕は。うん、でまあちゃんとした規約とかちゃんとした詳細をねきっちりこう提示させる、またはメールで残すっていうことをまあ必ずして、そういうところでね、発表すること自体はね、まあたくさんの人に見ていただけるので別にいいとは思うんですよね。別にまあ一般の方にね、見てもらう、普段絵とかをね見ない方にまあ見てもらうことはそれはそれで大事だと思うんですけど、まあとはいえやっぱりね、その店舗さんごとによって、まあオーナーのね、癖とか色とかがあると思うから、で、そのお客さんとのね、関係性とかもあると思うし、ちゃんとお金請求できるのかなとか、うん、まあそこら辺のことですよね。まあだからもう、その時に関してはもうお金のことが本当に一番大事、うん、大事で、うん、そのお金のことを一番最初に決めておかないと、後々いろいろね、ちょっとこう、ややこしいことに、まあ、なりかねないなっていう、まあ、僕の
結構格好で一番、まあ、ムカついたですね。そのこと自体はね、別に大したことないんですけど、まあ、もう本当にムカつきましたね。なんかね、まあそういうことをね、まあいろんな、まあ今ね、活動されてる方でね、まあそうやってこう活動されてる方もいると思うので、僕みたいな独学でやってる人は特にね、そうやってこうノリで、私の僕のところで展示しまっていいよみたいな話はね、よくあると思うんですけど、まあ、それに際して、まあ一番決めなあかんのは、まずお金のことですよね。お金のこと、マージンのこと、まあ出店料なのか、まあ振込手数料なのか、まあその細かいところまでね、まあ150円とか振込手数料でしょうけど、まあそれでもね、やっぱこう、後から聞くのと、さっき聞いとくのでは全然違いますからね。まあそういうとこをきっちりやっとくのと。うん。まあそうですね。あとはまあ作品が売れた時にどうするのかとか、まあそういう細かいところをね、ちゃんとこう、決めておく。で、そういうところが決められない素人みたいなところの人とは、まああんまりこう、仕事をしなくても僕はいいと思います。はい。まあね、信頼関係とかね、人間関係も大事でしょうけど、やっぱりね、メリット、デメリットあると思うので、うん、まあなんかね、そんな感じで、まあ皆さんね、こういろんな活動のされ方してる、作家さんいっぱいいると思うんですけど、まあそういうこともあるのでね、まあ、ちょっとね、参考になったらいいかなと思いました。はい。この動画いいなと思ったら、高評価または、チャンネル登録よろしくお願いします。今日はこの辺で失礼します。バイバイ。